少し右側にどいてくれないか、ナンバーファイブ。え？いらぬ心配かもしれないが、確かチョコラータと名乗っていたっけか。奴はひょっとすると、お前死んだふりをしているな。そしてお前は考えている。ジョルの僕がそこまで登るより早く、あと数センチ体を動かすことができれば、そのまま堀の下へ落下して逃れることができる。カビを再発動、勝利は自分の方だと。確かに、正直言って今僕の右肺には穴が開いている。鎖骨した静脈が切断され、肋骨が4本、右上腕骨、右手骨が砕けている。そこまで素早く登っていけるかどうか怪しい。だが僕のスタンドはゴールドエクスペリエンス、射程2メートル以内の近距離パワー型、一瞬早く叩き込めば確実にとどめを刺すことができる。死んでるって、頭をぶち抜いたんだぞ。かもな。そのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうが、何もしないと約束しよう。一つの選択だ。さあどうする？今から登っていくぞ、そこへ。近づくんじゃねえぜ、後ろ見ろ、このマヌキが。取った、ミスタとカミを人質に。このアホが、おめえがベラベラやってる暇に木の陰から左腕をぐるっと回り込ませたのに気づかなかった。やだな。これからミスタの喉をかっ切る。俺を追跡したらもうミスタの治療はできなくなるぜ。ミスター、やはり俺の勝利だ。くらえ。確かに喋ったのは時間が欲しかったからだ。さっきお前をぶち抜いた弾丸が成長してお前の傷穴に帰るのを待つ時間がな。お前の頭に残った破片は弾丸を引きつけてクワガタに戻った。プロペラを狙って蹴り上げた時与えといたんだ、ゴールドエクスペリエンスの生命をな。お前が死んでようが生きてようが、お前のとどめを確実に刺すためにな。先にじっとしてれば見もしないって言ったくせに。自分を知れ。そんなおいしい話があると思うのか、お前のような人間に。なんてひどい野郎。